こんにちは、バオシンです。今回はこちらの寺院をご紹介。ここは台東区谷中にある臨済宗のお寺で、弁正庵。このお寺の境内には、幕末に活躍したある有名な人物のお墓が、その人物の名は山岡鉄舟。現在の静岡市で、新政府軍の西郷隆盛と会談を行い、江戸城無血開城を成し遂げた立役者。後に彼は、勝海舟や高橋礼舟と共に、幕末三舟と呼ばれるようになりました。では、そろそろ弁正庵の境内に入ってみましょう。一歩は足を踏み入れると正面には本堂、右側には鐘楼があります。さらに奥へ進むと、ひときわまばゆい輝きを放つ立派な観音様が思わず見とれてしまいますね。というわけで、これが山岡鉄舟のお墓です。江戸の町を戦火から救った英雄は、激動の時代を経て今は安らかな眠りについているように見えます。というわけで、今回の動画は楽しめましたか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。